はい、平山にもバカちょっと上がってきたよこれ。虫もろさんの墓いけるかねこれ。いけそうで、いけそうでなくてどうしよう。上がってみましょうかね。これ平山にでございますけどね。今日はスマホの調子悪いんでね、ちょっと暑いんでスマホがすぐ落ちますね、電気がね。おお、道あるぞ。ここなんだ、これやっぱりお寺さんかな。うわ、涼しいね。おお、真っ暗やね。真っ暗でございます。どれぐらい上がったらいいかね。100メートルぐらい上がれたんで、上にね。距離で言うと、500メートルぐらいあるかもしれんな。はい。登山道でございますよ、これはね。ほんまや、登山道や。路地左。これ人歩いてるね、これは。人歩いてますわ、これ。暑いわ。暑いわ、暑い。もうフラついてますわ。そんな高くないはずだけどね。僕らの農園から一回上がったことあるんだけどね、わからんなんだね。もう息切れとるわ。あれ？まだあるのかね。ええ、階段がね、あるんやけど、これ階段もないのかな。あ、まだある。まだかね。100メートルぐらいやから、もうちょっとかな。だいぶあるね、これ。山でした。山道でございました。おお、もう一山か。こんな高いとはね。スマホダメ、全然。スマホは。電源落ちました。さっきからね、すぐ落ちるんで。なんかすぐ山の上、頂上行けそうな雰囲気だったけど、遠いね、これ。案内はないの。あんな顔が見えます、見えされませんね、これ。まだであんの。
もうフラフラや。ほら、まだある。もうここまで来て、ひっくり返すのシャークやな。すぐやと聞いたんだけど、全然すぐじゃないわ。裏山、パーッと上がったらすぐ、上がったとこ。はい、道村さん、さっき葉がありますわ、あえて。おお、鉄砲の音がしとるぞ。これは大変でございます。冬ならともかく。ふらふらでございます。まだまだ、ちょうど見えへんのかい。裏山、ちょっと上がったらすぐやって言われたんやけど、全然やんか、これ。高度100メーターぐらいと言われたんやけどね。もっとあるね、これは。もう100メーターぐらい上がってきたけどね。裏から上がってきた方が早かったか。あれ？ああ、左上がってるか。ここから上がってくるんだよな。いや、あの上かね、まだ。随分上がってきたんだけどね。まだですわ。ないな。もうついて、いい頃やけど。まだ上がる。いやいや、これ。いや、いやいや。もちろん。あと20メーターや。30メーターや。もうフラフラや。なんか見えてきたんだけど、そこ展望台か。ああ、いい眺めや。あら、いい眺めでございますけど。墓がないだね、墓が。五条市。ここや。いい眺めやけどね。残念やね。これ半端なんだけどね。
米輪が関係ないね。こっちはね、100メーター。ここまで来て帰るのもシャークやしね、行かないと。あら、イノシシがおるんだよね。こんなもん向こうの柵もあったな、こんな柵が。反対側の。見えんがね、これ。あれ、ここやね。ここや、ここ来たや。あんたでもね、あれ記憶に残ってるからな。どこなんだろう。それでまず来たんだよな。てか、これが、これがそうか。横まで来てね、一回してもらったんやけどね。失礼します。あの建物まで覚えがありますわ、はい、あの横まで来たよな、横のちょっと折れたとこまでね。ほんまあと50メーターくらいよかったんかいね。藤原無知の郎さんの墓、ここ、はい、はい、失礼します。ここまで来てね、墓見ないといかんやろ。おお、すごいね、これ。今にも崩れそうや。いやー、何年後しかね、ここ5年後しか、この道原さんの墓来るのに。はい、失礼しました。はい、大変遠くございました。ほら、綺麗にされてるだね。ここからでいいかな。はい、藤原4軒のね。ああ、そうか、ここ気があったやな。中入ってみようか、ここね。はい、失礼します。きれいに一応残ってますね、手紙ね。きれいに祀られた跡あるしね。一辺が7、8メーターね。高さが1メーターぐらいで、もうこっちはね、ちょっとね、山の土が崩れたんやけどね。はい、祀られてるみたいね。はい、以上です。ありがとうございました。はい、これでほっとしたね。はい、なって、いやー、遠かったね。すごい暗かったんやろ。反対側来た方が時間がかかりませんわ。ね、あんな階段なんかあるし、こんな道だしね。もう一瞬ね、断念しかかったんだけど、途中でね、あの展望台から。はい、来てよかったね。
3年4年越しや。ムチマラソンいうといつかね、奈良時代かね。カルノウンチはね、あと深いシムで吹くというね、はい、ここがそうだね、そうなんだ、ここがあるところです。今後だね、左側ね。